明日はきっといい日になるよね。果てのことをね。だから俺だったら180から110引いたら70キロがちょうどいいみたいな。それがなんかちょう、うわー、花がすげえ。待ってこれ何？花の数が。すみません、お待たせしました。よろしくお願いします。頭に火山かぶってる。皆さん、右下のミニマップ見てください。右下のミニマップの形見て。すごっ、なんだこれ。参考になれば、はい、ぜひよろしくお願いします。え、やば。すーごっ。しかもトタケケ歌って待ってんだけど、やっぱいい島にはトタケケも常駐してるんだな。うわ、滝かっけえ、これ。え、これすげえ。これめっちゃかっけえ、滝。あ、これかっこいいな。黒かな。これ何？紫のバラ？アジサイ？すごっ。どうやったらこのハート型に作れんの？これ天才ってこと？もしかして。これ多分、やり方分かっても作れないんだけど、むずすぎて。天才でしょ、多分。何このハート型。どうなってんのこれ。もう菊なんだ。これはパクるとかじゃなくてパクれないやつやね。すげえ、お墓が海の 川の上にある。2つ湖っていうのかな。かっこよ。そっちから降りんの？あえてのはしごなのか、これは。すーごい、このそう、カーブにね、ヒューンってハート型できるのはすごい。あ、マイナスイオン感じるな、ここも。特に深い意味はない。なるほどね。これだってさ、RPG もので主人公が住んでる街みたいな形やん。だってもうこんな。あ、花蹴散らしちゃった、やべえ。いや、誰も見てないよ、先生。おお、自転車3台並んでる。すげえ。プールだ、水飲み場。あ、ジムみたいになってんだ、ここ。これ何？え？すげえ！何これ？どうやってこんなの作ったの？え？最初からこんな形の、あれ、岩があんの？何これ？貝殻のベッドの上で2人。何も起こることはなく。何も起こる。無事、何も起きませんでした。大丈夫、何も起きませんでした。タヌキ？タヌキ捕まってるってどういうこと？え、どこどこどこ？え、タヌキチどこ？え、タヌキチの牢獄ってどういうこと？どこ？どこにあった？え？これ？え？
やってんだよ。ああもうこの島は乗っ取ったんだろうな、きっと。最初はタヌキシにローン返して、いろいろしてたんだろうけど、もう乗っ取っちゃったんだね、きっと。全部自力で頑張りました。あれさ、スクショ撮っていいっすか、このタヌキ中が閉じ込められてるの。なんかいいのないかな。違うな。何がいいかな、妹。やっぱハッピーか。ぽい。おお。ちゃんと海の近くまで。てかこの黒いホースめっちゃかっこいい。はい。これか。これか。あそこピアノかわいい。何あのカラフルなピアノ。俺あそこでピアノ弾きたい。ありがとうございます。全あつ森の神からの願いが叶ってるんでね。この島ではタヌキチが監禁されています。あ、音楽が流れてるだと。死んでねえかな、二人。このおしゃれなミュージックは、おしゃれなミュージックが、ミックミックさん、ごま。なんであんなかっこよくさ、すごい綺麗に作られた島の住人なのに、家の中に入った瞬間急にネタなんだよ。段ボールの置き方がさ、うまくない？段ボールの置き方うまくない？これなんか工夫されてない？大きさと斜めになってるやつと、なんだか、あーうまいな。なんか段ボールの置き方までセンスがあるわ。ここはホームレスっぽくするよね。へえ、置き方がうめえ。センスなんだね。明日はきっといい日になるよね。監視カメラついてないか、しかも監視カメラ。だってこれさ、これさ、ツイートしたいんだけど、視聴者さんの島に遊びに行ったらやばい人がいたっつってツイートしたいんだけど、これやばすぎでしょ、これ。これやばいでしょ。これはやちょっと
上と下は特にネタではありません。気になります。普通なのか。いや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 、十分やばいでしょ。かっこよすぎだろこれ。炎を踏んだら負けゲームできるじゃん。ゲーセン。熱っ。あっちあっちあっち。家の中にマグマはまずいっす兄貴。全然すごいんだけど普通に。お？あ！もしかしてあなた YouTube やってますね。ここで歌ってみた収録してるなこれ。これは子供の勉強椅子と勉強机だね。どこに子供を隠してるんだ。まさかあのハムスターの中に。歌ってみたやってるこれ。うっこれは図星だったようだな YouTube。 ミントさんこんばんは。家庭訪問マジ楽しいな。いやー、いろいろ闇も見た気もしたけど、見てください。10分前に戻ってください。この島を見た時どう思いましたか？素晴らしい。今も素晴らしい。ただこの10分間の間にいろいろ闇を見た気がした。いやー、でもすごいな、本当に。ということで、ありがとうございました。本当に。いろいろなもの見れました。感謝です本当。いやー素晴らしかった。すごかったな。この島の印象はね、ハートタヌキチハムスターだね。いやそれにしてもハート型マジですごいな。